皆さんお元気ですか？どっこい小一かかじですです。今日はレオパの V33 ナチュラルボーンキラー暴れん坊、ちょっとさっきもここから下ろしてくるときにうわーってやってたんで機嫌が悪いっす。めっちゃ機嫌悪いっす。いつもなんだけど、いやーやばいね。あれ今年で何年目なんだろう。はい、ドンらしいです。あれ2桁あれまだそろそろ2桁台に突入しそうな V3 さん、今日も元気に。うおー怖い。もうね、戦闘態勢、オラやんのかオラって感じすごい。おほら、もうこの指に反応してる。怖い怖い怖い。はい、ということでまずはこっちの引っ越し用のケージのセッティングに行きましょうちょっとガミガミだ、怖くてもうね怖い怖いよ。はい、今日で今年のレオパちゃんのこのご紹介とメンテナンス3匹目になるんで、もう皆さんお分かりのことでしょうが、 45×30 のペットシーツ、薄型が織り込みやすくっておすすめです。それにエンビータ、ダイソーさんで売ってたやつなんで110円で 2,3 枚取れたのかにゃ。それをこのフラットプラケースの底面サイズに切り出しました。さあそれにこうセロハンテープを、まずは2つはこうです、そうです、こうやって両端を折り込んで剥がしやすくしておいて、よ折り込んでペタスここ空間でした。はい、こんな感じでペタス同様に反対側も折り込むんですが、よいしょ。いやー今回もかぶりつかれそう。手袋しないと放送事故になるよ。よし、これをキュッとキュッとね、キュッと引っ張ってテンションかけてからペタス。だからそこ空間だって。はい、 OK。これで表がこんな感じで、表がこんな感じでテンションがかかりました。さあサイドを折り込んでいくよ。折り込んでいくときはちょっと内側にグイッとやってあげてペタス。はい、こんな感じで切れ端が外側に出ないようにするよ。切れ端が外に出てると彼らがガブガブしてえらいことになるよ。はい、よいしょよいしょよいしょ、内側に折り込んで、あ、いいですねいいですね、よし来た。はい、こんな感じで汚いな。前はもっと綺麗に折り込めてた気がするんだけど、これやな。よし、ちなみにこの下の下敷きね、塩ビの板1枚いいサイズで切り出したら、あとこれ重ねて線引いて切るだけでいいんで、クローンを製作するのは楽ですよ。はい、これで完了。表は、あ、いい感じ。さあ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 、これをよいしょ、こうやってね2個、2セット持っとけば、こうやってセットしたら移してゆっくり古い方は掃除できるのでおすすめです。さあ、そっか、その前にお水を。この V3 さんは他の2匹と比べて結構ね、やっぱり若いからか水をよく飲みます。で、うちはね水入れ別個に設置しないで、このベッドシェルターに入れてあげてます。干上がってきたら注ぐみたいな。で、こういうケージセットの時だけ入れ替えて掃除するって感じなんで、かなりズボラです。ズボラ、水が悪くなるだろうみたいなご意見もあると思うんですけども、これでずっと元気に飼えてるんで大丈夫じゃねえのっていう感じでしょうかね。はい、あ、これまだどうだ。はい、ということで、この後引っ越しと給仕になります怖い。
カカジーチャンネル。怖い。準備はできたけど、いやもうあっちも準備完了してる感じで怖い。絶対噛まれる。引っ越します。いやまずは開けましょうか。勝手に出てきて手に勝手に乗ってくれれば噛まれることもないからいいんだけどね。いけそう。どうかな。これもあのケージのセットは終わったんで、来た。いけるかな。出てこないや。なんかで誘導しよう。ピンセットで誘導してみる。いやーもう絶対うらーってくるよ。ほらうおー、ほらこうやってね、何者かに体を触れられるのが本当に嫌みたい。うおー、やべえ、空腹だからなのか。ちょっとこちらにしとこう。ほらいや、うわ、これはちょっと今日いつも以上に荒ぶってるぞ。これは手の上に乗っけて撮影とか無理じゃね？これ無理じゃね？ちょっとマジで無理っぽいんだけど、どうしたらいい？見てて。ほら。ああ！ひどうしたらいいんだろうこれ。猛獣を飼っている。カカジーは家で小さな猛獣を飼っている。取り出そうか。取り出して、あ、いいですね。これ怖いよ。自然に落ちてくる感じで、V3 さんの実践にお任せして、自主性。ちょっと斜めって、よし、来た。よし、もう視聴者の方は噛まれるかかじとか思ってる方、怖いな、こう置くだけでも怖い。なるべく平べったくして噛む場所をなくして、ペロペロしてる、警戒してるぞ。やめろよ。はい、こんな感じでね、 V3 さんもちょっと最近ねぷっくりしてきました。やはりねデュビアをバクバク食うようになってね、いいよ。凶暴さに拍車がかかってるとも言えるんだけど、いや怖いよ。うわ、もう手首とか噛まれたら血ブシャーっていくんじゃね。怖い。なんか容易にこういうのを前に出せない、こう先に進ませるために手を置くんだけど、普通容易にこう出せないんだよね。バクっていくから。うわー、すっげー機嫌悪い顔してる。めっちゃ機嫌悪い顔してるじゃん、 V3 さん。それ機嫌悪いよね。どこだよここは、やろみたいな。おい、やんならやるぞみたいな。ってことで、やっぱり他の2匹に比べるとまだまだ若いですな。怖い。はい、ということで現在の V3 さんは、はい、こんな感じで尻尾もブリブリ、素晴らしいっす。ちょっと太り気味じゃね。もうちょい痩せてもいいよね。これぐらいの方が可愛いんだけどね。可愛いんだけど、ちょっと、うん、今日給餌与えたらサクッと食うと思うんだけども、その後ちょっと1週間ぐらい間置こうかにゃ。いや、いいっすね。はい、おー、この子は1匹だけアルビノです。ベルアルビノっていう名前で、ベルさんって方なのかな、が作出したアルビノなので、一人だけ目がラベンダー色です。おー、今支えてあげようとした左手に対して尻尾でビシビシビシって、何じゃお前みたいな。
あれじゃあちょっとおろしましょう。おろよいしょ、はい、OK。 へー、いやもう音ですらガッて反応する。よし、脱走しないようにこうやっといて、はい、じゃあこの後は給仕ですよ。あ、入っちゃった。カカジーチャンネル。いや、怖かった、怖かったよ。今回はね、今年は噛みつかれないで済みました。ピンセットちゃんが非常にガブガブされましたけど、怖かった、すごいね。 V3 さん、野生が一番残ってる、一番野生から遠い品種なんだけどね、うちの中で。さあ、はい、顔を出してね。この後食べますよ、絶対食べる。ということで、デュビアちゃんの給仕になりますので、虫餌がダメな人はこちらでお帰りください。またお会いしましょう、さよなら。はい、で、いけるよって、見たいよって方はここからまた引き続きよろしくお願いします。さあ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 、デュビアちゃん、さあ今日はでかい子行ってもらいましょうか。うわー、もうやばい、もういろいろやばい、いろんな意味でやばい。あー、やばいなー。ちょっと上目から行ってみようか。さあ、大きめでこの子ちゃん行ってみようか。よし、参ります。出ますよ、デュビアちゃん出ますよ、ゴクちゃん出ますよ、せーの、はい、ドン。さあ、違う、こっち、あれ見えてない。そうなのよ、こう目があんまり良くなくて見えてないんだよね。ちょっと待って、水飲みちゃった。マイペース。ちょっと待って、マイペースだな。水ペロペロ舐めてる。飲んでる。さあ、この状態で目の前に、ああ、戻った。よし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 、さあ行くぜ行くぜ、3号ちゃん、 V3 さん、ここにおるで、ドン。あれあれ、お腹空いてない、あれお腹空いてない、お腹空いてない、あ、お腹空いてなかった。なんとなんと、全然無視ですわ、虫を無視ですわ。でもね、入ってっちゃった。はい、まさかの展開でしたね。食べなかった、やっぱり尻尾ブリブリだからね。で、胴体もぷっくらしてるから、まだまだお腹いっぱいなんだね。はい、ということで今回はレオパード月光ヒョウモントカゲモドキの V3 さんをご紹介とお引っ越し、給仕したけど食べなかった。はい、シークンドを極めましょうね。そう、カカジーは V3 さんもシークンド。あ、怖い、うん、ずっす。ちょっとね、指を顔の前に出すの危険だね。さよなら、ずっす。お元気で、 V3 さん。リリ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 リ、下やると反応するみたいな。反応した。はい、チャンネル登録はここ。関連動画はここ。再生リストはここです。よろしくです。